M90 は乙女座にある渦巻き銀河である。乙女座銀河団に属している。数少ない銀河系に対して接近している銀河の一つである。M89 と M90 は同じ視野に入る。M90 は M89 の北40分にあり、両者の間はジグザグのほのぼしで繋がるという、双眼鏡では構成上にしか見えない。 後傾5センチメートルの望遠鏡では光の染みに見え、後傾8センチメートルの望遠鏡では米粒状の中心角とそれを取り巻く工房が見えてくる。後傾1 0トルの望遠鏡では M89 と同一視野に見え、M90 はかなり潰れた大円形、M89 は丸い円形に見えて区別できる。後傾3 0トルでは 腕の構造のような暗黒体が見えてくる。1781年3月18日に、シャルル・メシエによって発見された。メシエはこの夜、球状星団 M92 と8つの銀河を発見している。メシエは星のない星雲、M89 より微光と記した。ジョン・ハーシェルは、かなり大きく中央が明るい、核があるとした。ハイン・リヒダレストは、 素敵な星雲だ。中心部は楕円で 7X90 の範囲が光り、11等星がきらめく。核は本当の星で他に光る点はないとしたが、1864年には非常に大きく12等級に囲まれた楕円形の星雲で、大きさは 7X に、核は星雲を通して輝く星のようであると追加した。ありがとうございます。